やあ、鉄の剣術だよ。鋼の歌パート44やっていたいと思います。これか。あ、幸せ、4は幸せの詩。ああ、そうか。幸せの詩なんやな。うん。そう考えればいいんか。ポジティブに考えなあかんってことですな。よし。幸せの、その幸せの詩っていうのを教えてくれたときに、なんでこんな BGM になるかね。ちょっとゲームタイミングが悪かった。BGM がこんな流れになって、なってくれるとは思わんかった。前回のあらすじ、何やったっけ文化祭、最多祭が終わって、その後、暗い世界っていうのに入っていったんですよ。誰か一人が眠ったんだったな。名前忘れた。元気でさ、壁に空の絵を描きよった女の子が眠ってしまったんで、テトラともう一人、緑の髪の、もう本当忘れた。暗い世界の住人の名前忘れたな。まあ、いや、進めていきます。うん。右手をかざし、呪文のようにその言葉を唱える。あ、そうそうそう。前回のパートでね、なんか SAO みたいな近未来的な、あ、タクスマネージャー出てきたんだ。リセットシステム管理デバイスが立ち上がり、画面が宙に浮かび上がった。こんな感じですよ。あ、そうか。テトラと葵の2人しかおらん状態になってしまったよな、前回のパートで。この島に来た理由、覚えているかい？え？確か、ここにまだ眠っていない人がいるからって、葵が言ったからだと思ったけど。うん。でもそれは半分正解で、半分嘘。本当の目的は、リセットシステムを調べることだったんだよ。リセットシステムを？だいぶ前のパートに出てきたやつや。この世界を、人類を眠りから救うには、リセットシステムを停止するほかない。この島の中央にある塔を知っているだろう？ああ。なんか現実世界と同じ場所なのに、なんか塔だけはすごい違うみたいな感じのところがあったな。うん。あれこそがリセットシステムの本体だ。本体なんじゃん。実物に触れれば何か解決策を見つけられるんじゃないかと思って来てみたんだけど、分かったのは別のことだった。別のこと？それでも分かったってことはなんかいいことなんちゃうん。そう。リセットシステム本体に接触することはできなかったけど、この島にはいろんな資料が眠っていた。そういったものを調べていく中で私は見つけたんだ。一体何を？それはね、テトラ。テトラの正体だよ。なんと、テトラは謎のだらけだったもんな。テトラって何者みたいな感じで、前から気になっとったとは気になっとってたんやけど、正体？私の正体？王のもの。王のもの？王のもの？もの、って名前なん？この名前を聞いて思い出すことはないかい？王のって。え？まさか、現実世界におる、もちゃらけた遊び人の大野さんと関係ある？ガッ！その名前を聞いた瞬間に、またいろんな情報が私に襲いかかってきた。失っていた自分の記憶が、どんどん蘇ってくる。フラッシュバック？リセットシステムを突き上げた、天才科学者の名前だよ。マジで？え、大野さんとなんか関係ありそうな人がそんな天才科学者なん？なるほどな。バカと天才は紙一重っていうの象徴だったんじゃ、大野さん。なるほどな。初見いらっしゃい。そして、テトラ。君は、3番目に作られた、彼女のクローンだ。クローンなん？え、クローンとか聞いたらガンダムとかそういうのが出てくるな。プルトゥエルブとか出てくるんかな。それで終わる？暗い世界、それで終わる？しかも、えっていう、え、そうなの？みたいな、その後の話がちょっと気になったところなんやけど、どんな感じで反応するか見たかったのに。で、何の前触れもなく、現実の方に戻ってきたんだ。はぁ、はぁ、はぁ。午後11時。暗い夜の道を、僕は一人走っていた。息を切らせて走り続けていると、突然携帯が鳴り始める。
ポケットからそれを取り出し、すぐに耳元へと運んだ。ロウスケ、そっちはどうだ？電話の向こうから夏雪の声が聞こえてくる。ん？で、前のパートの現実世界からどういう展開になったのこれ。ダメだ、見つかんない。アイエムが一旦本拠地に集まろうって言ってる。来れるか？本拠地？本拠地はダメだ。あ、どうしたんだよ、そんな怖い顔で。怖い顔で顔見えんわ、電話やけん。とにかく集まるんなら違う場所にしてほしい。学校とか。今本拠地、あの敵がおる可能性がおるけんな。 RCH が調べようよな。なんかよくわかんねえけど、一応歩みにはそう伝えておく。一旦切るぞ。うん、ごめん。どういう展開これ。通話を終え、一度呼吸を整えるために立ち止まった。深呼吸すると自然と顔が上を向く。夜空を見上げながら、僕は湧いて出てくる悪い予感を必死に打ち消していた。最大祭が終わって家に帰った後、お風呂に入ったり寝る支度をしていた時に電話がかかっていた。エズジキが帰ってこない、どこにいるか知らないか。話の内容はそんな感じだった。エズキ行方不明。あ、でもな、エズキのことやけんな、なんか美味しそうな匂いに釣られてそっちに行くってことがあるかもしれんな。食いしん坊のイズキ姉さんやけんな、嗅覚が多分犬ぐらいあるんよな。電話をかけても繋がらない。最後に会っていたのは僕たちで、他に目撃証言もないとのこと。島の大人たちはみんなで今イズキを探している。敵のことを考えると、こんな時間に島をうろうろされると困るんだが、イズキのことが心配でそんなことどうでもよくなっていた。イズキが行方不明か。お、寮に。学校に着くと、東堂兄弟と歩の姿があった。コラミもいたんだ。こんな時間に出歩いて怒られない？そういうところじゃないからの。というか、大人に見つかったら俺たちだって怒られるし、家に帰されるぞ。あ、ちょっと今回からね、あの凌介と歩の声がちょっと同じなんで、歩もちょっとこういう読み方しますね、歩のセリフを。とりあえず人目につかないところまで移動しよう。これでいいかななるべく誰にも見つからないように暗がりに潜んで小声で会話する。小太郎さんには電話かけてみたのか？うん、でも繋がらない。イーナさんにも RCH の仕事しようやな。この雰囲気で全然合ってない着信音が流れおる。そう言っている最中、携帯が着信音を鳴らし始める。僕は慌ててポケットから取り出し、相手の名前を確認した。イーナさん、グッドタイミング。すぐに通話ボタンを押す。もしもし、凌介か？電話の向こうから聞かれてきたその声は、どこか暗く妙に落ち着いていた。いつも通りといえばいつも通りなのだけど、でもどこかに違和感がある。どうしたんだろう。そんな怖い色がまた僕の悪い予感をくすぐり起こす。はい、牧田泉を探しているな。なんでわかんの？同じようにはいと返事すると、飯田さんはしばらく黙った後に、飯田さんちょっとテレパシー持ってるんだろうか。そこで待っていろ、今から迎えを送る。そう言ってきた。おい、泉がどうだっていう話は。わかりました。ああ、凌介は素直に従うんだな。通話を終える。聞くべきことはたくさんあったはずだ。エズキの居場所を知っているのか、無事なのか、なぜ迎えをよこす必要があるのかと。でも聞けなかった。なぜか。そんなの簡単だ。怖かったんだ、事実を知ることが。エズキの名前出されて、もうイーナさんがこう電話して、今から迎えを送るってことは、ゆずきに何かあったってことなんや。同じことを凌介が言ってる。全く同じことを凌介が言ってる。きっと、ゆずきの身に何かが起こった。その何かを聞くのが怖かった。どうした？何か分かったのか？うん。だいぶ深刻な顔をしているようじゃか。今から迎えが来るから、とりあえずそれについていく。迎えってなんだよ。ごめん、今はちょっと説明できない。でも後でちゃんと説明するから、今は待ってほしい。
まあ、ロウスケがそう言うならそうするけど。これが友達って言うんだよ、みんな。10分ほど正門の近くで待っていると、見覚えのある車がやってきた。RCH の車だ。何なんだろう、俺車好きやけんさ。今関係ないけど車、この車が何なんだろうかって気になるんよな。ベンツかな、フェラーリかな、もしかしたらパッソとかそのあたりの意外と普通な車だったりするかもしれん。4人で近づく。運転席に乗っているのは前 RCH 臨時支部にいた時に見たことがある人だった。すいません、みんなも連れて行っていいですか。声が深刻じゃない。ちょっと深刻な声で深刻なことをイメージするのがちょっと難しいかな。頑張ってみようか。僕がそううなずくと、そう聞く、つぶ、なんて読むこれ。まあいいや。スタッフの人は困った顔なような顔を見せたが、もしもし、はい、そうです。はい、そうです。いいんですか。わかりました。絶対こいつバイトだろ。とりあえず金がもらえればそれでいいみたいなやつだろ。おはけ、おはけ、おはよう、ケースケってことだろ。夕方だぞ。電話でイーナさんからの許可をもらえたようで、4人とも車に乗せてくれた。あ、臨時支部か。お、小鳥ちゃん、久しぶりだね。ちょっと久しぶりだし、ちょっとアメリカン風にハグしていいかい。床にべたりと座り込み、どこか怠けた顔、呆れた顔。臨時支部に到着後、僕たちを迎えたのはそんな小鳥の姿だった。どうした小鳥。小鳥はゆっくりこっちに振り返り、僕に気づくと、りょうすけ。小鳥ちゃんがこんな涙だ泣かす。なんかあったん小鳥ちゃん。まさかいいな、まさか大野に明日の分のおやつ食われたか。そりゃひどいよな大野さん、年下の子のおやつ取るとか。そう言いながら大粒の涙を こぼし始めた。小鳥、みんな小鳥の顔は見たことない。異常事態だ、そんなのすぐにわかる。周りのみんなもすぐそれを察知したのか、あたりを見渡しながら、えつけいるのか。えつけ、お前らもうちょいさ、まともな声喋れんのか。大きな声で、いずきの名を呼び始めた。大丈夫ことね。小鳥はうつむき、泣き続ける。これは、明日のおやつは、何か高級なものだったに違いない。あ、イーナさん。部屋の奥からイーナさんが現れた。いずきは？こっちだ。おるん。奥の部屋、襖を開けると、伊豆木はそこにいた。え？何これ？はあ、これは覚醒してしまっている、何かに。伊豆木！あ、歩夢だった。涼介かと思ったら、歩夢だった。涼介の声で呼んでしまったけど、歩夢がすぐに近寄って、座り込んでいる伊豆木の肩を揺らした。反応なし。I.M. 一応喋れるんじゃ。長い間を置いて、ようやく伊豆木が返事をする。よかった。無事だったか。特に外傷は見当たらない。一見何事もなかったように見えることだろう。でも、無事なのか。そんなわけない。だって伊豆木の顔には明らかな変化があった。覇気がない。いや、魂が抜けたみたいな。何なんだろうな。よく聞け、涼介。いつまにか僕の横にイーナさんが立っている。身構える間もなく、イーナさんは僕にこう告げた。牧田伊月は敵に触れてしまった。なんとなくそうやろうなと思っとったけど、本当だったんじゃ。敵に触れた人間の結末がこれなんだな。とうとう自分の周りに犠牲者が出たか。
な、なんて聞こえていた。だが、ただ聞こえなかったことにしたかった。イーナさんは難しい顔で黙ったまま何も言わない。僕はゆっくり伊豆木の方へと視線を戻す。寿命を迎えたセミのごとく、伊豆木はそこにいた。力なく座り込んだまま何もない虚空を見つめ続ける瞳。その姿はまるで糸の切れてしまった操り人形のようだった。やばい、パート44が2つ並ぶ回にふさわしいような内容になってしまった。4は幸せの C とは言えないぞ。これは嘘だろ。自然と一歩足が前に出て、僕は転がるように伊豆木に近づいた。伊豆木、肩を揺さぶり必死に呼びかけるが、伊豆木はぼんやりとした顔をこっちに向けるだけ。さすがに異常だと思ったのか、夏行きが深刻そうな顔を僕に向けた。何がどうなってんだよ。それは私から説明する。とうとう喋る時が来たんじゃ。みんなに重く沈んだ声でイーナさんはそう言った。すいませんでした。いや、しょうがないです、しょうがない。こういう内容になるとは俺も予想外だった。まさか伊豆木がやられるとは思んかった。ほんとこのゲーム予想外の方に持っていくな。隣の部屋で歩と夏雪とコナミは敵や RCH の説明を受けている。黙ったままでいてみんなに質問され続けるより話した方が得策と判断したのだろうけど、これ話すんがちょっと遅すぎたかもしれんぞ。伊豆木が犠牲になったってこと考えたら、それはそうだ。敵や RCH のことを知ったみんなが、たとえ誰かに誇張したところで誰がこんな話を信じるものか。はあ、これさ、占いの時にあったさ、涼介の占いの結果の時みたいにさ、みんなで話した方がいいでしょうみたいな感じのことを言われたじゃないですか。まさにその通りの結果感じになってしまったな。小鳥、別にいいやん、明日のおやつ食われたって。ボード小鳥は伊豆木のそばでただ黙って座っていた。伊豆木の顔を見ていられない。顔を離しても笑顔ではしゃぐ伊豆木の姿が頭に浮かんでしまい辛くなった。今は敵に触れたショックの大きさで恥のようになってしまっているが、一日もすれば日常生活を送る程度の行動はできるようになるらしい。そうなん。いや、絶対そんなこと、遅れる程度の行動ができるようになるらしいかもしれんけど、これまでの伊豆木みたいには戻れんかもしれんの、これ。とは言っても、その先に待っているのは明るくない未来だ。同じような症状に陥った人間は、ほとんどが自ら死を選ぶらしい。これあれじゃ、牢獄の庭で言う、はやっちゃんみたいなパターンのやつじゃ。伊豆木をうまく止めんかったらあかんのじゃ。私が早く敵を倒せなかったから、見つけられなかったから、ポロポロと涙を流しながら小鳥が一人落ちる。小鳥ちゃん、いや、小鳥ちゃんのせいじゃないよ。小鳥ちゃんもベストを尽くした。しょうがなかったんや。それにしても伊豆木のところに真っ先に来たって感じなんかな。敵、伊豆木そのまま帰ったかと思ったんやけど、帰る前に遭遇したんやな。小鳥のせいじゃないよ。今はどうにか出せるのはそんな慰めにもならない言葉だけ。一体何があったの。小鳥は泣くのをこらえながら僕に説明をする。解散した後、なぜか伊豆木は本拠地に向かったの。あんだけ言う、行くなって言ったのに、くそ、なんでイーナたちはそれを止めようとしたんだけど、新世界の連中に邪魔されて。クリスさん、この野郎クリスさん、あの野郎、今度会ったら顔にグーパンしてやるぞ、こら。その間に伊豆木は敵に触れちゃって、それでもどうにか保護することはできたんだけど、でも、また涙が
こぼれ落ちていく。あ、新世界のせいでないか、これ。完全に新世界のせいになったんだ、これ。見ている僕の方まで泣き出しそうだった。ふすまを開ける音がする。聞いてきたんや。話を。説明を受けたのか、隣の部屋から3人が戻ってきた。みんな暗い顔をしている。黙ったままどうすればいいのかわからない。そんな表情だった。本来なら信じられるはずもない話だ。だけど目の前にいるイズキの姿を見れば、きっとみんなもイーナさんの話を信じられるを得なかった。嫌な沈黙が続く。それも仕方のない。もう治らないんですか？可能性はゼロではないだろうが、汚染度が高い。期待しない方がいい。こんな短い時間で汚染度が高くなったんだよ。よっぽどでかい敵に当たったんか。そんな、くっ、力任せに夏行きが壁を殴りつける。俺やってそんな気分だよ。ヘゾキイールナさん、一つ聞いた方がいいですか？なんだ。うちのお父も同じような様子でした。え？数年前、本島での仕事から帰ってきた父は、今のイズキみたいな様子で、最後は自分で命を絶ちました。マジで？そうだったんだ。歩の死因敵だったん。ああ。歩のお父さんは死の、お父さんの死は有名だ。崖から落ちたということだけは知っている。やはりあれは自殺だったようだ。お前の父の件も調べてある。おそらくそれも敵によるものだ。だったら伊豆木もそうなるんですか？今まで見たことがない歩の表情。詰め寄られながらも稲さんは決して歩から視線を外すはなかった。ん？外してる？若干外してる？大丈夫だ。させない。絶対に。信じられるかよ。あれ？これを。クリスさんみたいな読み方になったな。高温センターの人間を RCH は数人だが保護している。普通の生活はもう送れないかもしれない。でも死なせはしない。絶対に。くっ。いや、普通の生活を送らせんって言うんが、まずあかんぞ。イーナさんから離れ、その場に膝をつく歩む。くそ！床を叩く音が虚しく、室内に響く。もう、普通の生活は送れないのじゃな。そんなの嫌じゃ。あの、食いしん坊のイズイズ姉さんの大食いが、二度と見られないなんて。嫌じゃよ。そんなの嫌じゃ。この日までで泣き始め、それを見て、小谷もまた涙を流す。今はまだ無理なだけだ。いつかそれが可能になる日だって来るかもしれない。そんなのはただの希望でしかない。気休めにすから ならなかった。時刻は0時を回り、もう日付も変わっている。いやおうなしに僕たちはどうするか考えなくてはならない。これからのことを。でも何も考えたくなかった。どんな結論にせよ、今までの伊月は帰ってこないのだから。時間が進まなければいいのに。そんなことしか浮かんでこない。その時、バタン、勢いよく玄関の戸が開く音がする。驚きつつ鈴間を開けると、玄関先にひよこちゃん、お前らのせいで伊月がやられたんぞ。どうしてくれるんじゃ。息を切らせたひよこの姿があった。ひよこ、突然の訪問者に、来訪者にか、みんなが戸惑いを見せる。するとひよこはそそくさと靴を脱いで、こっちに向かって歩み寄ってきた。ということで、こんな中途半端なところですが、今回のパートをお会いさせていただきます。さて、
伊月がこんな状態になってしまった。とうとう自分のすごい仲のいい人が敵の犠牲になってしまいました。そしてこのタイミングで現れる新世界の方の人物ひよこちゃん、彼女が何を思ってここに来たのか、次回どうなるんだろう。当分こういう暗い話が続きそうです。それでもちょっとこの話の結末を見たいという方はまた来週よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、仕上げ。最善の対策は尽くした。しかし目の前には無情な結末、もしかしたら起こるかもしれないという悪い展開が起こってしまいました。伊月はこのままはやっちゃんや歩のお父さんみたいになってしまうのか。シリアスという名の鐘が鳴り響く。